オハイオジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑恵美ですこの時間では日本で今ヒットしている曲やヨーロッパ地区でのイベント情報日本で注目を浴びている曲やヨーロッパ地区でのニュースそして季節に合った曲をお届けしていますオハイオジャパニーズショーは毎週土曜日の朝6時半から7時まで どうぞ最後までお付き合いください。さて、今日は1月12日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日、1月12日はスキーの日です。スポーツ用品メーカー、水野の,の直営店、エスポート水野が1994年に制定。1911年の1月12日に、 オーストリアのレルヒ少佐が新潟県の高田陸軍歩兵連隊の青年将校にスキーの指導を行い日本人が初めてスキーを行った日なのだそうですまた1月12日は桜島の日でもあります1914年のこの日鹿児島県の桜島で 最大の大のの噴火が起こりり人の死者を出した日になります海に浮かぶ完全な島であった桜島がこの噴火によって大量の溶岩などが近郊湾内に流れ出し大隅半島を陸続きとしたのだそうですさてここからは今週のヒット曲を紹介します。 今週のトップランキング第1位は映画デスニー鎌倉物語の主題歌またソニーノイキャンワイヤレスの CM ソング宇多田光のあなたそして第2位は映画人魚の眠る家の主題歌あやかで合言葉ですお楽しみくださいさて通常ですとこの後はヨーク地区でのイベント情報や ニュースを後半のショーでお伝えしているのですが年末からこの「おはようジャパニーズショー」にてインタビューを含んだ特別編をお送りしていますインタビューは在トロント日本国総領事館より伊藤京子総領事にお時間を頂戴し現在カナダへ留学を検討している方からカナダで働いている方 また住まれている方にとって知っておいて得となるお話をいただいております特に留学を検討されている方や日本から来られたばかりの方にとっては自分の身を守る上でも大切な情報をこの特別編にてお伝えしていきますのでぜひ楽しみながら聞いていただければと思います今回は特別編第3回。 マリファナ合法化に伴う注意喚起などについて紹介する最後の回となりますカナダは昨年2018年10月17日に世界で2カ国目となる大麻合法国となりましたカナダ国内でも週や順週によってルールは様々となっておりタバコが吸える場所で 子どもたちが集まるような場所以外であれば、据えると許可を出している州があれば、個人宅のみとかなり厳しいルールを出しているところがあり、住まれている州の情報を確認することが大切です。また、地域ごとでもルールが異なり、法律上でのルールとなるため、遵守することが求められます。例えば、マークハムや、 リッチモンドヒルでは公共の場でのマリファナ喫煙は法律上禁止されておりこの公共の場に含まれる場所は公園公共の建物の周辺はもちろん公共交通機関の周辺道路や駐車場などが含まれほぼ個人の所有地内のみ喫煙可能という認識になりますただこれらのルールは 医療の一環としてて利用されているマリファナは例外となりますまた現在オンタリオ州ではタイマーを購入する方法は政府管轄のウェブサイトよりオンラインで購入をする方法となっていますが今年4月1日より25店舗限定で小売店で正式に販売ができるように動いている状況とのことです。 ちなみにマリファナを合法とした最初の国はどこかというと2013年にウルグアイがマリファナ合法国1カ国目となりました個人で6束まで大麻の自宅栽培が可能となりまた2017年から薬局での販売が開始したのだそうですウルグアイを除きその他の国では非合法扱いとなっている大麻 医薬として利用されることがあり、タバコを吸うよりは体にいいと言われるマリファナではありますが、実際のところ、体にどういった影響が出るのかは、人によって反応が異なることなど、不明点が多々あるため、注意が必要となっています。今回のこの特別編では、在トロント日本国総領事館より伊藤総領事にお時間を頂戴し、 日本国籍を持っているすべての方にとって知っておいた方がいい内容を紹介しますそれでは伊藤総領事よろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたしますマリファナ合法化の注意喚起などについて教えていただけますかはい、えー、日本には 対魔取締法という法律がありますで、その法律の下では必要な免許を受けないで対魔の所持やまあ、譲り受けま成就と言いますけれどもこれは対魔を購入することも含めまして、えー、違法とされていますで、これは処罰の対象になっているわけですで、この規定は日本国内だけではなくて海外において行われた場合であっても適用されることが あります従いまして、えー、我々総領事館としましては在留邦人の方のみならず旅行者の方留学生の方、えー、に対しましてこういった日本の法律を守っていただいてたとえそのここでは合法であっても日本国外であには大麻、えー、取締法が 適用されるということを踏まえて大麻に絶対手を出さないでくださいという注意喚起をいろいろな形で実施してきています。 例えばすでに登録いただいている方々には安全対策メールといったものを出してお知らせをしておりますし送料時間が、まあ、3ヶ月に1回ほど安全対策会議というのを開いておりまして旅行会社の方ですとかさまざまなあの在留法人の方々が属している団体の関係者の方を集めて、えー、安全の問題について話し合うんですけれどもそこでも注意喚起を 行いましたまたあのトロントのフリーペーパーにもあのインタビューの記事を掲載するなどして、えー、こういった問題への注意喚起を行ってきているところですさてここからは今週の注目ソングを紹介します。1曲目は NHK ドラマ「昭和元禄落語心中」の主題歌「ゆずで幻」。 そして2曲目は日本テレビ系「ニュースゼロのテーマ曲「椎名林檎と宮本浩二で獣行く細道」ですどうぞここからは引き続き特別編「マリファナ合法化」に伴う注意喚起についての後半をお送りいたします先ほどいただいた総領事館から出されている注意喚起では 日本の大麻取締法が日本国外でも適用となる可能性があるとのことだったのですがどういった状況となった際にこの日本の大麻取締法がカナダで適用となるのか教えていただけますか あの具体的にそのどういった場合に適用されるかというのは、まあ、個別の事実関係によって判断されるものなのでその一概にお答えするというのは難しいと思います。ただあの実際に大麻取締法の中にはこの条文は海外でも適用されるつまり刑法の,あの国外規定が適用されるということが書いてありますので、えー、そういったまあことを踏まえて、えー 海外に生活される方あるいは外国旅行されている日本人の方々がこういった対魔取締法の 国外犯という規定によって、えー、国外で行った行為について処罰されるということがあることはよく認識していただきたいと思いますしまたそういった法人の方がトラブルに巻き込まれないように我々としても引き続きいろいろな形で合法活動を進めていきたいと考えていますカナダのマリファナ合法化についてどう思われますか あのまあ、カナダで合法化される際にもです、ねえー、カナダの国内ではさまざまな議論を尽くして立法されて、まあ、その結果、まあ、G7 の中では初めて、まあ、全国的に合法化されたというふうに承知しています、まあ、しかし日本の総領事館の観点から申し上げますと大麻を長期的に服用した際の健康への影響といった問題はさまざまな期間 これはカナダの中の機関も含めてますまた交通事故の増加につきましても大麻、えー、の,の影響下にあるあるいは薬物の影響下にある事故というのが今はアルコールの影響下で起きる事故よりも多いといった報道もされておりますしそういったことからは治安面に悪影響にならないか。 こういったことについて関係者の方々とま緊密に情報交換をしながら進めていく必要があるというふうに考えていますありがとうございますインタビューは以上になります伊藤総領事、本日はありがとうございましたありがとうございました 飲酒運転による事故やマリファナなどの薬を使用したことが原因での事故により日々4人のカナディアンが命を落としていると言われています ImpairedDrivers ドドと英語では説明しますがこの Impaired は飲酒によるものまた薬などにより肺となって危険運転をする人たちを含んでいます 先ほどお伝えした一日に4人のカナディアンが亡くなっているというこの数値はインペアードによるものと言われています。カナダはアルコールを摂取した後でも、21歳以上で正式な G ライセンスと呼ばれる免許証を持っている人であれば、規定内のアルコールを摂取した後でも法律上運転が可能となっており、 ここが日本と大きく異なるルールになっています許可されている度合いは最大有効血中アルコール濃度 BAC と呼ばれるものなのですが 100mL の血液中アルコール濃度 80mg までまたは0.08%まで許可されています例を挙げてどのぐらいの量が飲めるのかというと 体重 60kg の方が 500ml のビールを飲むと体内の血中アルコール濃度は0.05%となるため合法的に飲酒後運転ができますまた体重 80kg の人は1リットルのビールを飲んだ後、体内の血中アルコール濃度が0.075%となるため これもままた法律上セーフとなります。これは単に体重で計算した目安となるため人によってはアルコールの分解速度などが異なるため反応も異なることが予想されますただここカナダでは日本とは異なり許可されているということをお伝えしておきますまた一方でマリファナに関してマリファナ接種後の運転は禁じられています しかし人によってまた接種方法によって人体に出る影響が異なるため接種した直後に何らかの反応が出るという人から数時間後に反応が出ると様々ですまた6時間ほど効力を継続する可能性もあるとのことで自分の身を守るためにも是非左見て右見てをしてから渡るなどをしていただければと思いますいかがでしたか エミがお送りするオハイオジャパニーーズショーの特別編、お楽しみいただけましたでしょうか今回マリファナ合法化に伴う注意喚起について紹介いたしましたまた Twitter「#1059TheRegion」ではヨーク地区のニュースやイベントを随時更新しておりますのでぜひご覧くださいさてここからは季節に合った曲を紹介する時間です 平成といえばの曲を紹介したいと思います松山千春で君を忘れないですお楽しみくださいいかがでしたかエミがお送りする今週のオハイオジャパニーズショーそろそろお別れの時間です皆さんのフィードバックを随時受け付けておりますツイッター上でエミ高畑とローマ字で検索していただくか アットマーク1059 The Region へ聞きたい曲や共有したい内容などお知らせください。15.9FM The Region よりお届けするエミのおはようジャパニーズショーは毎週土曜朝6時半から7時までとなっています。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。また来週 Thank you for listening! Have a good day! Broadcasting from Markham. This is CFMS 105.9 FM, The Region.